はい、どうもタンタンです。本日はウーマのウクレレをご紹介しております。はい、こちらはウーマウクレレの UK20、 大人気シリーズ UK20 の SCP ナチュラルカラーでございます。はい、こちらはご覧いただけるように通常のくびれがあるタイプのボディシェイプとは違って楕円形のパイナップル型と呼ばれるウクレレでございます。はい、そしてボディのカラーはナチュラルでございますね。はい、バックもこのような感じでございます。でこちらはサンドホールの周りロゼッタにアバロンのインレイが施されています。他の20シリーズと同様にヘッドはスロッテッドヘッド仕様ですね。こちらのナチュラルカラーですと月板もナチュラルのカラーになっていて、ロゴがこれメイプルですかねによって入れられています。はい、こちらコンサートサイズなんですけれども、やはりソプラノサイズと比べても弦の張りが強くなりますので、よりこういうソロ弾きであったりこれ単音弾きする際なんかもより音の伸びっていうのは長くなっていて耳心地もいいのかなと思います。はい、そしてまあコンサートサイズのパイナップルシェイプのウクレレというのはなかなか珍しいかなと思いますので、ね、他の人とちょっと違ったウクレレが欲しいという方にもいいのではないでしょうか。そうですね、あとはマホガニーオール単板ボディということもあって軽く弾いてもしっかり鳴ってくれますし、この高音を弾いてもそんなにこう耳が痛い刺さるような音ではなくて、音の輪郭が柔らかいマホガニーらしい音なんじゃないかなと思います。はい、弦も細めですので大きいサイズ使ってみたいなという方にもそんなにこう持ち替えた際も違和感なく演奏できるんじゃないかなと思います。はい、こちらはウーマウクレレの UK20SCP ナチュラルカラーオール単板マホガニー
のボディを採用されたコンサートサイズのパイナップル型ウクレレでございます。気になる方はお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。